の内藤でございます。延期配列検索ソフトウェアのギ i ゲノムと、それから、えー、とゲノム編集のためのソフトウェアのクリスパーダイレクトを開発して,しております、えー。本日はまず g i、えー、ゲノムについてご紹介した後に、g、え、i、ー、ゲノムのアプリケーションの一つであるクリスパーダイレクトについて簡単にご紹介していく流れにしたいと思います。 ゲゲゲノムはもともとオフターゲット検索に限らず、まあ、あのどのような配列にでも使える、えー、汎用的な塩基配列の検索ソフトウェアとして、えー、開発いたしましたゲゲ、えー、ゲノムという名前もグーグルのようにゲノムを簡単に検索するという意味がありまして、えーまあ、このように塩基配列をです、ね、検索窓に入れて「えー、検索」というボタンを押しますと、えー、すぐに結果が出てきます。 でここでは入力した二重塩基の配列がヒットゲノムの 2, 2番染色体にですね1箇所ヒットしたということを示しています。でもちろんこれヒットだけでなくてさまざまな生物種をメニューから選べるようになっているんですけれども、えー、っとこれ塩基配列をです、ね、短くしていくとヒット数も増えていきます。 例えば3プライム側を5ベース削って15ベースにして検索してやるとこれがですね括弧内がヒット数なんですけれども17件ヒットしたと増えましたさらに5円期削って10ベースにして検索すると、まあ、ヒットがどんどん増えるわけですねここが1万と25件と いう感じで、えーまあ、このように数万件程度であればあすぐに結果が返ってくるというのが特徴ですでさらに、えー、許容するミスマッチまたはギャップの数っていうところにですね例えば2と、えー、入力しますと、えー、ミスマッチとか、えー、ギャップを2円期まで許容してけん、えー、検索することができますで、まあ、このような短い 配列でミスマッチやギャップが多いものというのはあのブラストとかブラッドではあの非常に見落としが多いという問題があるんですけれどもゲイ、まあ、ゲノムではあのその点見落としなく高速に検索をすることができますのでオフターゲット検索オフターゲットの効果の評価に適していると言えると思います。 ではギーゲノムは中でどのように検索をしているのかと申しますとまずあの分割統治法といいう考え方を使っています例えばこの30ベースの配列で5円期までミスマッチを許容して検索したいという場合にこれ3分割してやるとですね必ずどれかは1ミスマッチ以内。 になりますのでそれをサフィックスアレイと FM インデックスを使って検索をしているんですけれどもそのインデックスを SSD に置くことによって漏れのない検索を高速に実行できるようになっております。 ゲイ、えーまあ、ゲノムはあの他のツールとつないで、えー、使うことができるように、えー、REST API を提供しております。えー、例えばあのこのアドレスはゲイゲノムを使ってヒトゲノム HG38 に対して2延期まで、えー、ミスマッチまたはインサーション・デリンションを許容して、えー、この延期配列を検索して、えー、検索結果はテキスト形式で返してくださいということを意味しています。 これ、アドレス等検索内容とか1対1対応しています。で、この最後の部分、あのポイントなんですけれども、ここにドット HTML と書けば、先ほどの画面のような HTML の結果がこう返ってきますし、ここを変えてドットテキストというふうに変えてやると、タブ区切りテキストで結果が返ってきてきます。 でこれあの、まあ、自分でこうパースしてもいいですしそのまま Excel にコピーペーストするようなこともできます。でタブク切リテキストの結果の中にはこのアライメントの様子とかあとマッチミスマッチデリションインサーションの延期数などの情報がこう全て含まれるようになっています。 あと最後のところ、えー、とドット・ベッドと書けば、えー、ベッド形式でデータが返ってきて、えーまあ、例えばです、ね、あのゲノムブラウザーにこの URL を放り込みますとゲゲゲノムのヒットをこのブラウザー上でこう可視化することができます、えーと。この緑色の帯のところにつくつくバーコードのように表示されているのがゲゲゲノムのヒットし,、えー、した位置になります。 それから .json というふうに書きますと、えー、JSON の結果が返ってきて、まあ、これは他のソフトとあのゲゲゲノムをつな、えー、いで使うときに便利で、後ほどご紹介します、あのクリスパーダイレクトでも使っておりますし、えー、統合ゲノムの中でも活用されています。えー、統合ゲノムですね延期配列を入れると、えー、ゲゲゲノムの、えー API を叩いて延期配列検索をしてでさらにその結果を統合ゲノムの中でさまざまな情報と紐付けてこのように返してくれるようになっております。でゲゲゲノムの API を使うとターミナルからでも簡単に配列検索ができます。 でちょっと文字小さいですけれども CURL とか WGET といったコマンドを使ってゲゲゲのものこう URL を。 叩いてあって、まあ、ヒトゲノム HG38 に対して12塩基の配列を検索してベッドで返してくださいというとこういうふうに結果が返ってくるわけですねで、wc コマンドとかに通すと行数をカウントしてまあ、ヒット数が分かったりとかあとグレップ使うとこうあの絞り込んでくれたりっていうようなあのコマンドラインで簡単に延期配列の検索が行えます あと、まあ、REST API のもう一つの応用例として、えー、Excel とか Google スプレッドシートから延期配列の検索ができますであの、まあ、この例は Google スプレッドシートを使っているんですけれども、えー、この左側のセルにですねあのプライマー PCR のプライマーの配列が入っておりましてでこ,のこのリストをゲゲゲノムで、えー、検索したいとで、えー、ここから右側は全部あの数式が入っております でえー、っとプライマーの,この配列をもとにこのあの URL を作成してあげてで、えー、インポートデータという Google スプレッドシートの関数を使うと、えー、このアドレスにこうアクセスして返ってきたデータがこうセルに入るわけですねであとはそれを関数で処理しまして、えー、染色体とかストランド座標 PCR 産物の長さまでこうあの検索、えー、計算できます。 であとはこの数式をコピーして、えー、下の残りの配列の部分にペーストすると、えーまあ、ペーストした瞬間に REST API 叩いて、えー、結果が返ってきて、まあ、このように PCR 産物の長さまで、えー、計算してくれるとなります、えーまあ、100件あっても200件あっても割とすぐにあのあ終わります でこのシートゲゲゲノムのヘルプページにあのリンク貼ってありますので、えー、ご興味ある方はあのぜひお試しいただければと思います。ゲゲ、えー、ゲノムのまとめなんですけれどもゲゲ、えっと、ゲノム実はあの名前はゲゲゲノムなんですけれども、えー、ゲノム以外にも、えー、レフセックとかあのジェンコなどの転写産物のデータベースですとかあとはあのマイクロ RNA を収録したミアベース あとプレメッセンジャー RNA のデータベースをあの検索できるように現在はなっております。それからちょっと飛ばしますが、下の方、DBCLS で公開しておりますあのウェブ版のゲゲノムはあの、まあ、無償で自由に利用できるんですけれども、あの企業の方で会社内の 計算機で検索したいというようなご要望を多くいただきましたので Docker 版のゲゲエノムというのを共同開発者のレトリバーさんから発売する予定になっております。で次にゲゲエノムを使ったアプリケーションの例としてゲノム編集のためのガイド RNA 設計ソフトウェアのクリスパーダイレクトをご紹介いたします。 クリスパーのガイド RNA 設計ではゲノムに対してオフターゲット検索を行って特異性の高いガイド RNA を選ぶ必要がありますでオフターゲット検索はこのようにミスマッチがあっても見落としなく検索する必要がありますのでそのような検索が得意なゲゲゲノムを使っております。 クリスパーダイレクトはアクセッション番号かもしくは延期配列を入力するとその中からオフターゲットサイトの少ないガイド RNA を設計することができます実際に延期配列を入れてみます。 そして生物種をメニューから選ぶんですがこれギギゲノムと全く同じ生物種動物植物菌類合わせて350種類くらい今対応していますので選ぶのが大変なんですけれどもこのメニューの部分をクリックするとですね文字を入力することができるようになって生物種の名前を一部タイプすると絞り込んで選択できるようになっています。 稲、まあえー、を選んで、えー、デザインと押すと、まあ、ゲノムの中でオフターゲットサイトの少ない特異性の高いガイド RNA を設計することができます。えー、結果の表は、えー、標的サイトのお位置とか、えー、方向それから塩基配列、えー、それから、えー 配列に関すする情報ですね、例えば、えー、と制限コーストサイトの,こうあの有無あのゲノム編集ができたかどうかを確認するのにあの、えーまあ、使ええー、それから、えー、最後の部分がオフターゲットの、えー、サイトの情報です。で えーとガイド RNA の,この全体20マープラス、えー、とパムというのがこれ NGG というあの3塩基の配列なんですが、えー、その部分とそれからターゲットの認識に寄与していると言われている、えー、シードと言われているんですがこの14マープラスパムとか8マープラスパムというこの、えー、と矢印で示した3つの,あの箇所について、えー、ゲノムを検索して何箇所存在するかというのを数字で表しております。 でこのガイド RNA の全長とそれから、えー、シードの14マープラスパムというところが、えー、どちらもゲノムにたった1箇所しかないとあの本来の、えー、標的しかないというものは特異性が高い配列ということで、えー、緑色になりますこれはクリスパーダイレクトのおすすめの配列です、えー、一方で、えー、12マープラスパムというのがこの,あの数百とか あの出てくるような配列もあるんですけれども、えー、それは得意性の低い配列ということで、えー、避けた方が良いというような配列になっております。えー、っとそれかららこちらの表ではあの ゲノムに何箇所あるかという部分はパーフェクトマッチするサイトの数を表示しているんですけれどもミスマッチを含むオフターゲットサイトを調べるにはこのディテールというところをクリックするとこのようにギゲゲノムの検索結果が表示されましてミスマッチを含むオフターゲットサイトの候補を表示することができるようになっています。 えとまあ、さらにクリスパーダイレクトの結果の下の方には設計されたガイド RNA の位置関係が分かるようになっていまして例えば2つ選んでこうあのダブルニッキングで使うといった場合の,あの参考にできるかと思いますでさらに下の方に行くと、えー、結果のリストをタブ区切りテキストでコピーできるようになっていましてエクセルとかに貼り付けて利用することができます ちょっと駆け足でご紹介しましたがあのクリスパーダイレクトのまとめになります。それでもし利用したい生物種がゲゲゲノムとかクリスパーダイレクトに入っていない場合ゲノムが公開されているような生物種であれば追加を検討させていただきます。その時に教えてほしい情報というのはあのゲノムが公開されている場所ですねとそれからできればこれヘルプページに 対応している生物種のリストがあるんですけれどもこのリストに載っているような情報をです、ね、生物種の名前とかあと学名とかゲノムのアセンブリのバージョンなどの情報を一緒に送っていただけるとスムーズだと思いますできるりあり対応させていただこうと思いますのでご連絡をお待ちしております以上ですごご清聴どううもありがとうございました